武豊10月26日日本を代表する天才騎手武豊の言語感覚にはいつも舌を巻く。遠い側面にしてウィットに富んだ発言は即新聞の見出しになる。何より社会情勢を反映させることに長けている。中でも 5G をもじった小屋は秀逸だ。 5G とは高速大容量をさらに進化させた第5世代移動通信システム。3年前テレビ東京系の競馬番組で調教師に転身した同期の海老名正義元騎手と対談した際、自身を含めた柴田義富、横山紀弘、熊沢重文、小牧太の50代ベテラン騎手5人を自虐気味に小屋と称したことで競馬ファンに広まった。その後熊沢が騎手を引退し、小牧太は古巣の地方園田へ戻ったことで三夜となったが、今でも50代の JRA 所属騎手は5人もいる。20日に行われた大レース菊花賞では、58歳の柴田義富、56歳の横山紀弘、55歳の武豊、50歳の岩田康生、短期免許で来日した50歳のシュタルケが騎乗した。50代の騎手が5人騎乗するのは中央競馬の重賞史上初めてだった。騎手は究極のパワーや瞬発力、持久力を競うわけではないので、長く現役を続けられる下地はあるものの、騎手寿命は明らかに伸びている。理学療法などの発達で必要十分な体のケアができるようになったが、大きな怪我を克服して第一線に立ち続けている騎手も多く、尊敬に値する。菊花賞では武豊が手綱を取ったアドマイアテランが7番人気で3着と気を吐いた。以下シュタルケ5着、横山天6着、岩田康9着、柴田前15着だった。27日の天皇賞、秋にも歴代最多タイの7勝目を狙う武豊のほか、横山紀、岩田康、シュタルケが騎乗する。熟練の技によって G の一面を見せるか楽しみだ。鈴木学、